おはよう。よいしょ。おはよう。寒いね、めっちゃ寒い。15分配信します。マジで一瞬なんですけど、今日も京都って起きれませんでした本当に起きれない、ないかと思ったごめんね、お待たせ。もう時間がないので、もう準備しながら配信します。さっき起きたね、ロアも13分に起きたよ。今日は日向さんの卒業公演があります。よろしくお願いします。今夜行く、あ、本当ですか、ありがとうございます、ね、みんな起きて待っててくれた方、遅くなりました。今日メイク道具忘れられない、そうですね、今日は絶対に忘れられないですね。はい、もうバッグの中入ってるので大丈夫だけど、もう一回確認してから行ってきます最近気づいたら寝てるんですよ。なんか怖いことに気づいたら寝てて、なんかね、その動画とかフリー動画とかリハーサルの動画とかを見るんだけど、こうやって見てたらなんか気づいたらもうなんか寝てて4時くらいなんですよ。4時くらいにリビングで寝ててやっべーってなって、それで急いで自分の部屋行ってそこで寝ることが多くて、なんか怖いよね、急に寝るっていう、ちょっと怖い。よいしょ。自分は劇場入るのでペンライト忘れないように、はい、忘れずにありがとうね、来てくれるのが嬉しいですね。忘れられない卒業公演にしようね、しましょう。ちゃんと部屋行くの偉い、だって寒いんだもん寒いから行くしかないんだよね。そう、何も毛布とかかけずに寝てるから、それだよな。今もめっちゃ足が冷たいの。靴下二重にしてるんですよ、いつも。なんだけどなんか足が冷たくて仕方がない。DMM 最前列だと何準備したらいい？なんだろうね、太陽を用意した方がいいと思いますお空から太陽持ってきて、
同じく靴下2枚重ね、おいっしょーイエーイだよね。1個目が普通の靴下で、その二重に重ねる2個目のやつがあのモコモコ靴下を履いてますねえ、うん、だ熱中症冷え症ですか。あ、なんか今日ママがなんか言ってた、そうなんじゃないって。ちょっとそれがよくわかんないんだけど、末梢冷え症、末端冷え症か、なんていうの、末端冷え症かね。なそれって何なんですか。熱くて思ってないすぐ仕事頑張ってね。ファミマの靴下しかね、ファミマしか勝たんおはよう。今日は多分無理だから夜配信できないのね。そう、多分夜は配信できない。もしできたら、まあ本当にギリギリに9時45分とかからしようと思うんだけど、いや多分無理だから、もしできたら配信しますね。よろしくお願いします。足先や指先が冷たい症状、あーね、確かにそうなんだよね、常に常にずっと冷えてる、ずっと触ったら冷たいんだよね。ね、もしそうだったら最悪なんだけどそりゃ寒がりになるわって感じだね。ごめん頑張ってね、ありがとうございますね。お手紙誰からだろうね、誰だろう朝風呂行ってくるまでごめん頑張ろう、ありがとう、いってらっしゃいまつげ少し伸びた、どうでしょうか。なんかここ赤いな、え、なんかここ赤い、どう、なんかさ真ん中生えてこなくね。ごめんね、まつげ見しちゃって。なんだろうねまあいいや、どんな髪型で登場するか楽しみ。ああ本当にね、髪型って今日変えれるのかな、どうだろうね。もし変えれたら楽しみにしててください。最近あるあしの愛が増してるオタクですえ、そうなんですか、そうなの、そうなの、すごいあれじゃない、頻繁に何々倒しって言ってないでもありがとね。ねお手紙、ご家族とかじゃないかな、最後だし劇場公演はどうだろうね。今日は NGT の歴史的な日ですね。そうですね、本当にめちゃ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 エースがね卒業されるということで、まだコンサートはあるんですけど、公演がね結構でも卒業公演ってでかいよね、うん、日向さんが髪型決めるね、わからない、どうなんだろう、もしそうなったら何になるかなるわ、なんだろうね、
この前あのめちゃめちゃ高めツインテールしたし、それ言っちゃダメだ、ほんとやないかーい、ほんとやないかーい。じゃあルアシ倒しで、サンキュー倒しでありがとうございます。ルアシどんな前髪で登場するかな。前髪は毎回変わんなくないですか、私の前髪毎回こんな感じで登場してるよね。うん、いつも通りすぎてね、前髪つまんなくなってきてない、みんな大丈夫。寝ながら配信聞いてます。おー、ありがとう、起きて。そう、あと本当に 4分くらいしか配信しないけど起きて。おでこ出し、いや本当におでこ出しは絶対にできないよ、絶対おでこ出しさしてほしいって人絶対いないし、うん、絶対前髪ありの方が私はいいよ。で卒業ドレス、え本当にそう、待って本当にそうなんです、ちょっとごめん。卒業ドレスはもうめっちゃ楽しみにしてて、私はなんか多分絶対なんかうわーこういうの来たかってなる気もしてきて、だから白とかかなって思ったり、本当に私もまだ見てないし何もヒントとかもらってないので、本当に私もファンの方と同じくらいすごい卒業ドレスは楽しみにしてるんですけど、 それかうーん普通にあのサイリウムカラー、水色と黄色もあるかなと思ったり、あとなんだろうね、うん、それが太陽、太陽、ま、黄色どうだろうね、着物とか、ああえて、まあでもなんか何でもありですね、日向さんが着れば何でも、ドレスです。おはてい、おはてい。やっほー、いろいろ声の間で変わったじゃん前髪、確かに、まあ一応ね前髪つまらないようにしてるんですけど、頻繁に変えて、前髪つまんないとかないよ本当に。まあ磯部またこの前髪だよって思わない、大丈夫。おはようございます、おはようございます、お、ありがとうございます。なんかあれだね、長い文章に2回続けてるとさ、なんかできませんできません、こんなことできませんできませんみたいな感じですね。あと4分だと聞いて飛び起きました。ありがとう。本当に飛び起きたの、ありがとう、おはようございます。ね、なんだろうね、あと1分、本当に本当だ、お、あと15秒で30分になります。だ、ちょっとドレスね私も楽しみですので、そう毎回あの卒業公演の時は私も分からずに、そう先輩の公演の時は先輩はもうドレス分かってるかもなんですけど、3期生はもう分からずにすごい楽しみにしてるんですよ毎回ドレス。そうでさあやさんの卒業公演の時はあのなんだろう、さあやさんの卒業公演の時はずっと楽屋にいて、私たちサプライズ登場というか、まあ皆さん
からしたらサプライズみたいな感じで3期生も出演して最後1曲披露って感じだったので、そうさやさん卒業公演の時は楽屋にいて、そしたらさやさんがあの着替えに来て、それでそのドレスとか着て、でさやさん と会ったんですけど、めっちゃ可愛くてもうびっくりしちゃって、もうみんなほぼ悲鳴上げしたくらい、すごいなんか感動しました。めっちゃ綺麗だった、本当にあの感動は忘れられません。感謝上がった、はい、3期生上がりました。めっちゃゴージャス、そうなんです、なんかもともとこういう感じかなっていう予想も私はしてたんですけど、もう真反対でもう真っ赤みたいな、そうすっごい可愛かった、真っ赤もありですね。ね、なんかそれを制作する衣装さんもすごいですし、それを確実に何だろう似合うことができるメンバーもすごいし、私には絶対ドレスなんか似合わないので、すごいよね。あ、15分ありがとうございます、終わりにしますね、イエイ。ありがとうございます、ということでお礼をさせてください。13位ともおし、ありがとうございます。12位タクトおし、ありがとうございます。11位アイコし、ありがとうございます。10位山田のピクチャーし、ありがとうございます。9位ふわふわし、ありがとうございます。8位古川し、ありがとうございます。7位小型の大型し、ありがとうございます。6位太郎し、ありがとうございます。5位柿彦し、ありがとうございます。4位ピーマガネし、ありがとうございます。3位石本し、ありがとうございます。2位ケンジ氏、ありがとうございます。そして1位はチャカ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 ポイ眉毛氏です、ありがとうございました。眉毛氏ありがとう、飛び起きてくれて、本当に起きたのかな、ありがとうね。ありがとう、今日も一日頑張るわ、公演見てね、ありがとう。はい、それでは終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。またねー。バイバイ。おつてい。ありがとう。今日も一日頑張ろうね。ありがとう。